どうも、宇宙やばいチャンネル、中の人のキャベツです。今回は、太陽圏の 3D 地図が史上初めて完成というテーマで動画をお送りしていきたいと思います。太陽圏とは、太陽圏の主である太陽は、太陽風と呼ばれる超高温のガスを超高速で常に放ち続けています。太陽風は非常に高温であるために、熱運動によって原子核と電子が電離してしまい、ガスがプラズマの状態になっています。この太陽風は平均 450km/h、温度100万度という状態で地球を通過し、地球の磁気圏と衝突することで極地で見られる美しいオーロラの原因ともなっています。ですが、そんな太陽風でも太陽から離れるにつれて減速していき、最終的に太陽から約100英雄ほど離れたところまで行くと、太陽と別の恒星間にある星間物質と混ざり合うと考えられています。最終的に太陽風の速度がゼロになって、プラズマと星間物質が混ざり合う境界面をヘリオポーズというふうに呼びます。そして、このヘリオポーズの内側の、つまりは太陽風が届く領域のことを太陽圏、英語にするとヘリオスフィアというふうに呼んでいます。太陽圏の形状を知る。今から40年以上前に打ち上げられたボイジャー探査機は、あまりに遠くまで離れていったため、1号は2012年の8月に、2号は2018年の11月にそれぞれ太陽圏を脱出し、星間空間に到達したというふうに考えられています。2021年現在、ボイジャー1号は、太陽や地球から約150英雄、2号は約125英雄の位置にあります。ちなみに1英雄というのは地球と太陽の距離を表した距離の単位でして、キロメートルにするとだいたい1億5000万キロメートルです。海洋星までの距離がだいたい30英雄程度なので、本当にとてつもなく遠い場所まで届いたということになります。そして、この2機が太陽圏を脱出したのは、1号が太陽から約121英雄、2号が太陽から約119英雄の地点だったので、少なくとも、太陽から見た方向や、さらには太陽活動に応じたタイミングによっても、このヘリオポーズまでの距離というのは変化するというふうに見られています。ボイジャーによって最も正確な太陽圏の果てまでの距離が求められたわけですが、あくまでそれは彼らが通過した場所と時間における数値に過ぎず、ボイジャーの力だけではとても太陽圏の形状全体を把握することはできません。ですが、太陽圏の形状を把握する術は残されています。地球を楕円型の軌道で周回する人工衛星 IBEX は、太陽圏の果ての領域からやってきた粒子を検出することで、その形状を知ろうと試みています。太陽から放たれたプラスの電荷を帯びたプラズマの粒子は、太陽圏の果てにある、星間物質と衝突した際に、その電子を奪い取って、電気的に中性な原子、つまりは ENA へと変化し、その後地球の方向に戻ってきて、それを IBEX で検出できることがあります。この ENA の信号の強さは元の太陽風の強さに依存しているため、実際の太陽風の強さが変化すると、その2から6年後には同様の変化が ENA の信号にも見られるんだそうです。この太陽風の強弱の変化のパターンが現れてから、IBEX が捉えたDNA の信号に同様の強弱の変化がどれだけ遅れてやってくるのかというこの時差を求めることによって DNA が生成された太陽圏の果てまでの距離が理解できるんだそうです。研究チームはこの手法をコウモリが超音波の反射を利用して洞窟内の形状を知るようなものというふうに表現しています。ロス・アラモス国立研究所などのチームは2009年から2019年までの太陽風の強弱の信号と IBEX が観測した ENA のデータを照らし合わせたところ、
非常に興味深い事実が明らかになったと今月の11日に発表しています。まず従来から太陽系の形状は綺麗な球体ではなくて彗星のように、太陽系の天の川銀河の中心部に対する公転方向とは逆方向に伸びた長い構造をしているというふうに考えられていましたが、アイベックスはその予測が実際に正しいということを示しています。ただしアイベックスは太陽から 350au よりも遠い距離については測定できないので、実際にはさらに遠方まで太陽系が伸びている可能性があります。一方で太陽系の果てのうちボイジャーが向かった太陽から最も近い面についてはボイジャーが観測したのと同様に110から 120au の距離だけ離れているという結果が得られました。これは今回の計測が正しいということを裏付けています。そしてこの動画における上下の方向では太陽から150から 175au ほどの距離まで太陽系が伸びているそうです。全体的にはこのように弾丸のような形状をしているということがわかります。今後少なくとも2025年まではアイベックスのミッションが続き、さらに同年の2025年からは太陽系の果ての探査を行うまた別のミッションもスタートする予定です。今後もさらに正確な観測が続けられることで、私たちの太陽系への理解が大幅に変わる時が近いのかもしれません。はい、ということで今回の動画は以上になります。この宇宙ヤバイチャンネルでは、こういった宇宙系の動画を日々投稿していくので、ぜひ宇宙に興味がある方はチャンネル登録をお願いします。それでは、中の人のキャベツでした。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。こちらの動画の最後に姉妹チャンネルである科学ヤバイチャンネルの宣伝をさせていただきたいと思います。宇宙ヤバイチャンネルでは普段から宇宙に特化して動画をお送りしているんですけど、科学ヤバイチャンネルではより広く科学全般のネタを提供しています。科学ヤバイチャンネルではこういったアニメーションを用いて動画を制作しています。そして、宇宙ヤバイチャンネルがメインなので、こちらの投稿頻度を下げないために科学ヤバイチャンネルでは、僕キャベチ監修の下で優秀な友人2人に協力してもらって3人で動画制作を行ってます。とても楽しいコンテンツとなっているので、今再生中の動画の概要欄からぜひ科学ヤバイチャンネルの方も足を運んで見ていただけると嬉しいです。